一万章寺は岐阜県江名市山岡町にある臨在修明神寺派の寺院。三号は妙法山。薬よけの飯高観論として知られている。平安時代の初期、縁林により創立され、本尊の十一面観論は自覚大師の作と伝わる。元は天台宗で飯高さん、万正寺と称し、七道画欄のほか、 山内寺院合計12刑事があったと言われている。中世には385国の事業を持ち映画を誇った。戦国時代末期に明治東山氏の演算理系は出家し、万正寺の僧侶となっていた側に二人が武田勢との戦で戦死したため原続して明治東山氏の武将となり、徳川側について武田勢と戦った。天正二年に万正寺は、 武田勢の陛下により消失したため過去の詳細な記録は不明となっている。江戸時代になり、江戸幕府の交代より合いとなった東山都景影は、寺の焼け跡の後輩を嘆いて、明治東山氏の菩提寺である龍馬守寺を解散した演出を賞に頼んだ。演出は、この地の有力者であった後藤新右衛門、春日井宗総門、桜井坊の助力を得て、 遠山都影が亡くなった、翌年の元那2年に、薬除けの千樹観音は、そのままとし十一面観音を本尊として、臨済州の寺院に、改めて最高神妙法山一万章寺と改名した。385国の寺の領地は、明治遠山市の領地と決まったが、岩村城にほど近いため、岩村藩と領有をめぐって、争いとなった。そのため、 一旦385国の領地は、江戸幕府が預かった後に、終わり藩に渡されて明治に至った。1941年、本堂をはじめとする多くが失火により消失。しかし、本尊の十一面観音をはじめとする、格物像に被害はなく、太平洋戦争後に、断信との尽力により、本堂、観音堂、栗が建設され、 1989年に三門と、首郎が、1992年には、本堂が、2001年には、現在の新観音堂が落計し、現在に至っている。江名地方では、薬除けの、飯高観音として有名で初詣や縁日には、多くの参拝者が訪れている。ありがとうございます。